はい、どうもトロです。ということで今回ですけども、夏の1週間コーディネート紹介していきたいなと思っております。はい、リクエストでね、ありがたいことに結構いただいていたんですけれども、まあ、1週間コーディネートしてほしいっていうのと、まあ、あとその夏の小物とかカバンとか、そういったものを紹介してほしいっていう声もいただいていたので、まあ、今回の動画でそれも解説できたらなと思っています。まあ、僕の私物なんでちょっと紹介できるのも限られてきてはしまうんですけれども、まあ、あとそのセブンティーズファッション、夏ってどういうのがありますかっていうお声もね結構いただいていたので、まあ、今回ね少しでも参考になれば、いいかなと思いまして、動画撮ってもいいのかなと思っております。はい、セブンティーズファッション、ウエスタンファッション、カントリー系のファッションとかが、僕が大好きなファッションですので、まあ、そのあたりのコーディネートを、解説しようかなと思ってます。で、僕が結構ね出勤する日数っていうのが週に5日とかなんですよね、平均すると。だから1週間コーディネートと言いながらもちょっと5コーデでちょっと勘弁していただきたいっていうね。はい、1週間丸々ねコーデ組むってことがあんまりないんで僕。そうなんですよ。だからそこだけちょっとねご堪忍をっていう感じで、ちょっと頑張りたいなと思ってます。今8月中旬なんですけども、最近は東京はもう結構ある程度涼しくなってきて、まあ半袖だけじゃなくて長袖着る機会も増えてきたんですけれども、まあこのね季節の変わり目に最後夏のファッションを紹介するっていうちょっと出遅れ感があるんですけど、まあただちょいちょいと長袖をね織り交ぜたコーデとかも紹介できたらなと思っていますので、どうぞお楽しみに、ご覧ください。ということで早速ね本題に入りたいなと思います。ではどうぞ。それでは早速ファーストコーディネートから紹介していきたいなと思っております。まずはねソファに座って、靴を履くとこからですね。帽子なんですけども90年代のレザーハンチングをかぶっております。まあ、レザーなんで経年変化を楽しみたいということで今育てている途中でございます。はい、ってな具合でまずはね全体を見ていただくために一周回ってもらっております。まあ大雑把に説明するとタイトなね、T シャツにフレアスラックスを、履いてですねタックインして着こなしているといったそんな感じのコーディネートになっております。はい、ですねまず上から1970年代のフレアスラックスストライプ柄ですね。で靴が80年代のジョンストン・マーフィーのレザーシューズ、これはウィングチップの内バネ式になっております。かなりお気に入りです。で、そうですね今取り出しているのがレイバンになっているんですけども、使ってるカバンオールドコーチのレザーバッグになっております。まあこのサイズねすごい使いやすいんで結構使うこと多いです。はい、こんな感じでトップスがですね80年代のリンガーネックティーになっております。はい、まあタイトなサイズ感で着ることが僕は基本なんですけれども、かなりねお気に入りの T シャツの一つです。こちらもね、まあ全体的に白赤黒で基本的には統一された配色になっているつもりです。はい、そんな感じのコーディネートになってます。はい、続きましてセカンドコーディネートになりますね。はい、まずソファーに座って、こちらは靴がですね、90年代のなんだっけこれジャーマントレーナーですね、ドイツ軍のトレーニングシューズになってます。ミリタリーシューズになっておりますね。まあ、白のスニーカーなんで、まあ、組み合わせ的にも、すごく簡単で履きやすく、こいつもよく履く靴の一つでございます。そんな感じでまたね全体を見てもらうのに一周回ってもらってるんですけれども、そうですねパンツが1970年代のリーバイス684フレアデニムパンツということで、はい、僕の大好きなフレアデニムになっております。この684僕7本持ってますね。はい、そんな感じで夏もねたくさん履いているパンツでございます。でカバンがこれオールドコーチのレザーバッグなんですけども、さっきと違う、茶色色になってます。まあ、正直これあんま使わないんですけど、まあ、動画映えを狙ってね、黒を連続で使うのもあれかなと思って茶色を選んで使ってました。で、トップスが80年代のバッドブレインズバンド T シャツなんですけれども、これ袖は自分でカットオフしてノースリーブにしました。はい、続きましてサードコーディネートになっております。はい、まずカットがですねセブンティーズのステッドソンになっております。これはジョニー・デップさんと同じブランドですね。はい、そんな感じで、はい、ラフな着こなし方をしたウエスタンファッションになっております。
はい、こんな具合でですね、まずトップスが、50s のタウンクラフトのレイオンシャツになっております。まあ 50s らしくね、ボックスシルエットになっておりまして、インナーが 90s のヘインズのタンクトップになっております。はい、タンクトップどこで買ってますかって言われるんですけど、僕結構アメリカ製のヘインズで買うことが多いです。でパンツが、1960年代の US ミリタリーベイカーパンツになっています。はい、あんま太パン履かないんですけど、こうウエスタンブーツとかで合わせるように、よくっていうかちょいちょい履いたりしますね。そんな感じでございます。で、ウエスタンブーツが 70s のトミーラマというブランドになってますね。はい、先がすごいとんがってるんで結構危険ですね、これね。間違って人とか蹴らないように気をつけたいと思います。まあ間違いないと思うんですけどね。で、これカバンが 70s のカリマーっていうね、アウトドアブランドなんですけど、それのマウンテンバッグになっていますね。結構これもインスタとかで、これどこのですかみたいに聞かれることが多いんですけども、まあヴィンテージのカリマーになっています。まあ、マウンテンバッグらしくね、いろいろなんかディティールが盛りだくさんになってる、そんな感じのカバンです。はい、フォースコーディネートになりますね。はい、相変わらずねソファに座って靴を履くとこからなんですけど、まず、被ってる帽子は1960年代のコーデュロイキャスケットになっております。はい、まあ、夏ちょっと暑いんですよね、このキャスケット。でもまあ好きなんで被っちゃいます。で、これはですね1980年代のムートンレザーベスト、茶色のやつですね、ベスト、着てます。まあムートンレザーのベストってかなり珍しいと思うんですけども、かなり気に入ってるベストです。で、上から90年代のバンダナ、USA 製黄色のやつですね、バンダナしていまして、でインナーのシャツが 70s のタウンクラフトで、パンツが 70s のホワイトフレアスラックスになってますね。かなり広がりのあるスラックスになっておりまして、ちょいちょい使ってます。最近買いましたね、こちらは。はい、謎に決めておりますが無視してください。こんな感じの、爽やかホワイトパンツコーディネートになっておりました。はい、こちらですね、ラストのコーディネートになっております。まず被ってる帽子が1960年代のキャスケットになってます。かなりボリュームのあるキャスケットで、結構ね被っていて頭に特徴がつく、見栄えをしているので、こういうタイトな着こなしをねされる方とかはね結構おすすめしたいシルエットの帽子です。はい、全体をまず見てもらうのに一周してもらっております。はい、こんな具合でですね、まず言うことないな。はい、まず上からですね、セブンティーズのフレアスラックスになってます。ナイスグリーンですよね。で靴が80年代のコンバースオールスターになっていまして、これは実はね4万ぐらいするスニーカーなんですよ。高いんですよね、ヴィンテージコンバース。でトップスがセブンティーズのデザインポロシャツって言って、デザインポロシャツって言っていいのか分かんないんですけども、まあ折り柄になっているポロシャツで、ベルトがねナインティーズのウェスタンベルトになっています。まあ、茶色ですね。はい、こんな感じで、まあザ・セブンティーズファッションかなっていうコーディネートにしてみました。いかがですかね。なんか今更なんですけど、髪僕切りましたね。この時めっちゃ長いです、髪の毛。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね夏の1週間コーディネートやってみました。はい、少しでもね評価が良かったりとか再生数が良さそうだったら、他のシーズンでもねこの1週間コーディネート、挑戦しようかなと思っていますので、まあ、よかったら少しでも動画が面白かったよっていう方は高評価ボタンだったりコメントで教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、思ったのがこの1週間コーディネートですね、結構難しいですね、撮るのね。撮る日数もかかりますし、あとそのこうね素材だけ撮ってこう後から音声でね貼り付けたりとかね、思ってた以上に結構編集大変だなっていうね。はい、ちょっとね頑張りました。だからねよかったらご褒美に高評価よろしくお願いします。まあこんな感じでこのチャンネルではファッションに関するね動画を作っております。ファッション関係の動画だったりとか古着屋巡りだったりとか購入品紹介とか、あと雑貨系、インテリアですね、アメリカグッズのねガラクタだったり、まあ、家具だったりそういったものの紹介だったり、まあ、そういったお店の紹介だったりとか、やっていますので、よかったらチャンネル登録もどうかよろしくお願いいたします。そんな感じで今回の動画は以上になる、まあ、最後感じるっていうね、はい、こんな感じで今回は終わりたいと思いますので、次回の投稿でお会いしましょう。それでは。